では今日のメッセージのタイトルを確認しましょう。ルカの福音書57回、ヨナの印、ルカ11-27から36ですね。では、朗読お願いします。ルカの福音書第57回、ヨナの印、ルカの福音書11章27節から36節。イエスが、 これらのことを話しておられると、群衆の中からある女が声を上げてイエスに言った。あなたを宿した体、あなたが吸ったチブサは幸いです。しかし、イエスは言われた。幸いなのは、むしろ神の言葉を聞いて、それを守る人たちです。さて、群衆の数が増えてくると、イエスは話し始められた。 この時代は悪い時代です。印を求めますが、印は与えられません。ただし、ヨナの印は別です。ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。 彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい。ここにソロモンに勝るものがあります。ニネベの人々が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい。ここに 夜なに勝るものがあります。誰も明かりを灯してそれを穴らの中やマスの下に置くものはいません。食台の上に置きます。入ってきた人たちにその光が見えるようにするためです。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。ですから、 自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。もし、あなたの全身が明るくて、何の暗い部分もないなら、明かりがその輝きであなたを照らすときのように、全身が光に満ちたものとなります。はい、朗読ありがとうございました。では、メッセージに入ります。まずタイトルを確認してみましょう。ルカの福音書57回。 ヨナの印ルカ11章27節から36節ですね。さあいつものように文脈の確認です今私たちはルカの福音書の中のどこにいるのか。ルカの9の51からエルサレムへの旅というセクションが始まりました。これがとっても長いセクションです。19の27まで続くんですね。でルカは エルサレムへの旅という枠組みを設定しているわけです。そして旅そのものを描くというよりはその枠組みの中でさまざまな機会にシュイエスが弟子たちに教えているわけです。その主々の教えを配置している。それがこのエルサレムの旅というセクションですね。でその大きな流れがあるわけですけど直近の文脈がどうなっていたのかこれを確認します。 まあ文脈には長い広い文脈と直近の文脈とがあるわけですね。直近の文脈では派遣された70人が帰還した彼らは喜んで帰還してきましたイエスはその彼らに弟子としていかに生きるべきかを語りましたそれがこのところずっと続いている教えの内容ですね。で今後の展開がどうなっていくのかちょっと 先を見てみましょう。今後の展開、二つの重要な部分があります。一つは、イエスとイエスのメッセージに対する拒否がクライマックスを迎える。つまり、逆風が強く吹くということですで。拒否という現実があるわけですが、イエスが拒否されるということは、弟子たちも拒否されるわけです。だから、拒否という現実の中で、弟子としていかに生きるべきかが教えられる。 これが今後の展開ですね。そして今私たちがいるのが、ルカの福音書11、11章の14から54です。これが一つのまとまったブロックになってます。この内容は5つに区分できます。一番目が、ベルゼブル論争、14から26節。これ、もう前回説明終わりました。そして続いて、 神の言葉を守ることの重要性、27、28。それから、ヨナの印、29から32。それから、光に応答することの重要性、33から36。最後に、パリサイ人たちの敵、37から54です。これ、5つに分けてますけど、分断されているわけじゃないんです。これ、一連の流れなんです。つまり、ベルゼブル論争から始まっているということです。イエスが、 誠の救い主なのかどうなのか。イエスは悪魔の力を借りて悪霊を追い出しているのかどうなのか。そういった論争があって、その延長線上に、2、3、4、5というテーマが来るわけですね。私たちが聖書を読む時の陥りやすい間違いっていうのは、その部分だけピックアップして読もうとする傾向があるんです。もう少し目を広げて流れを確認する。 文脈の中に位置づけていくということを習慣にする必要がありますですから今日は二三四と解説しますけれど全部これはベルゼブル論争の続きなんだということそういう理解で今回の成イを確認したいと思いますさあそこで今日のアウトラインです今日は簡単ですアウトラインが簡単ですね内容はしっかり聞かないとなりませんが 一番目、神の言葉を守る。二番、ヨナの印。三番、光に応答する。先ほどの五つの二、三、四の区分が、そのままタイトルになっています。そして、今日の結論です。私たちへの教訓。これ、一、二、三とメインポイントがありますから。一、二、三のメインポイントから、どういう教訓を学べるかということを、最後にまとめとして。 お話し,したいと思いますそれぞれの項目についての適用を語りたいと思いますのでよろしくお願いしますさあではアウトライン確認しましょう1番神の言葉を守る27 28、28 2番ヨナの印29から30 3番光に応答する33から36節そして今日の結論私たちへの教訓それぞれの項目に関して 敵を語りますすとということですね今日はイエスが語った3つの教えについて学ぼうとしていますがこれでイントロダクション終わりました本論に入る準備はよろしいでしょうかいきますよ。Are you ready? はいありがとうございますではイエスが語った3つの教えについて学ぶことに立ちしましょうローマ数字1番「神の言葉を守る」 2728節を読んでみましょうイエスがこれらのことを話しておられると「群衆の中からある女が声を上げてイエスに言ったあなたを宿した体あなたが吸った乳房は幸いです」しかしイエスを選ばれた幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちですはい2728ですねこれを 確認してみましょう。群衆の中からある女が声を上げてイエスに行ったわけです。注目してほしいのはイエスがこれらのことを話しておられるとという文脈があるんです。つまりこれはベルゼブル論争の延長線上にある話だということです。ある女が声を上げた、何て言ったのか。彼女は 簡単して言ったわけですね。あなたを宿した鯛、あなたが吸ったちブサは幸いですと言いました。これ、何て言ってるかっていうと、この婦人は、イエス様、あなたのお母さんって本当に幸せですねって言ってるんですね。つまり、イエスのような息子を産んだマリアは、なんと幸いであろうか。 と言ったわけですねイエスはこの機会を捉えて大事な教えを語るわけですが文脈としてはベルゼブル論争があってその中で群衆が印を求めたわけですね口を聞けなくする悪霊の追い出しだけでは満足しないそれ以上の印を求めたんですがイエスはこの機会を捉えて それ以上の印を求める群衆に結論的な教えを与えたんですね。それは何かというと、幸いな人っていうのはイエスの教えに耳を傾け、それに従う人である。つまり、群衆もまたイエスの教えを聞いたなら、それを受け入れ、従うべきであるということをイエスさんはここでおっしゃってるわけですね。まあ、聖書に出てくる有名な言葉に、 見ないで信じる人は幸いであるということがあります。主イエスが、復活のイエスがトマスに語った言葉ですが、この原則は今も有効ですね。見ないで信じる人は幸いである。イエスが語ったというだけでそれを信じ従う人は幸いであると言われたわけです。で、この夫人はマリアのことを非常に羨ましがっているわけですね。イエスは ここでマリアを過小評価も過大評価もしていないんです。これポイントですね。マリアのことを過小評価も過大評価もしていない。確かにメシアの母となるのは特権ですよ。そのことはマリアがよくわかってます。例えばルカの1の48見てください。マリアはこう歌ってます。この癒やしい橋ために 目を止めてくださったからです。ご覧ください。今から後、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。確かにこれが起こっているわけです。ですから、マリアっていうのは幸いな女性なんです。ただイエスは彼女を過小評価も過大評価もしない。イエスのポイントは何かというと、イエスを生んだ母親、マリア以上に幸いな人たちがいるんだよ。 どういう人かっていうと、イエスから救いの言葉を聞き、それを信じ、実行に移す,移す人は幸いであると言われたわけです。さっきの聖句に戻ってください。幸いなのは、むしろ神の言葉を聞いて、それを守る人たちです。さあ、この文脈では、神の言葉、救いの言葉っていうのは何かというと、この文脈ではですよ、 ベルゼブル論争に関するイエスの反論の言葉です。イエスはそこで自分が行っているのはこの技は神の指によって行っている。だから自分はメシアとして来たんだ。神の国はすでに来てるんだというメッセージを語られた。それをベルゼブル論争の中で語られたわけで、それを受け入れる人は幸いであるとイエス様は言われたわけですね。つまりイエスの教えを聞いている人は それを信じ、実行すべきだということですね。イエス様、あなたは素晴らしい方です。あなたのお母様は何なんと幸いでしょうかと叫んだその婦人に対して、イエス様はその機会を捉えて、いやいや、それ以上に幸いな人がいる。それは今私が教えている真理を受け入れて、それを実行に移す人の方が幸いなんだと言われたんですね。まあ、ここでは、外面的な 形よりはは内面の信仰がが生きててていいる人は幸せだって教えが語られていますねこのテーマは結論のところでもう少し詳しくお話をしたいと思ってますのでここではこれだけにしておきましょう。神の言葉を守ることの幸い重要性について一番のポイント一番目のポイント終わりました。さあローマ数字の二番目に行きましょう。二番目。 これが今日のメッセージの一番中心になるポイントですね。ヨナのしるし、29から32節。テーマがし、印しというのが続いているわけです。だからイエスにしるしを見せてくれと、群衆は言っているわけです。それに対してイエスは、しるしはそんなに多くは与えられない。これからは、特定のしるししかない。その特定のしるしを ヨナのしるしとイエスさんはお呼びになったわけですね。さあ見てみましょう。2930節ですね。さて、群衆の数が増えてくると、イエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。しるしを求めますが、しるしは与えられません。ただし、ヨナのしるしは別です。 ヨナがニネベの人々のために印となったように人の子がこの時代のために印となるからです。はい。じゃあ29節戻ってください。ここでも注目していただきたいのは冒頭の言葉です。群衆の数が増えてくるとつまり話が続いているということです。テーマは何でしたベルゼブル論争です。そその話がが続いていててイエスそれに反論を加え 見言葉を聞いて実行することは幸いだって話をここまでしてこられたわけですね。で群衆が増えてきたのでさらに次の話になっていきますね。ここでの教えは繰り返しますけれどベルゼブル論争とつながっている。さらにイエスのここでの教えはもっと印が欲しいと言っている印を求める群衆に対して向けられたものだということがこの言葉でわかります。 さあ、イエス様言われました。この時代は悪い時代です。なんとなくわかるか感じがしますけど、この時代っていうのは何のことでしょうか。新教堂役はこう訳しています。今の時代の者たちは横島だ。つまり、この時代っていう言葉を今の時代の者たちと訳している。これわかりやすいです。その通りなんです。つまり、 この時代とか悪い時代っていうのは誰のことを言ってるかというとイエスと同時代のユダヤ人たちのことを言ってるわけです。時代というなんとなく空気感のある言葉ではなくてイエスと同世代のユダヤ人のことをイエス様は悪いジェネレーションだ悪い世代だと言われたわけですね。なぜかというと彼らが悪いと言われる理由はイエスが メシエであることをすでに証明しておられるのに、さらにそれを証明する外的印を求めたからですね。印を求めるのがユダヤ人の特徴です。しかしイエスは何と言われたのか。イエスは、ヨナの印以外は与えられないと言われたんです。旧約聖書でヨナという預言者が出てきますが、有名ですね。彼は三日未晩、大魚の腹の中にいて、 そこから復活した預言者です。ヨナの話はユダヤ人はよく知ってるんです。だからここではイエスはヨナというのがどういう預言者でヨナに何が起こったかという解説はしていません。しなくても共通理解があるからですね。その上でヨナの印という言葉をお使いになりました。つまりヨナというのは腹の中から三日三晩 の魚の腹の中にいてそこからよみがえった復活した預言者なんて。ヨナの印っていうのはキーワードは復活のことなんです。ヨナの印どういうものがあるのか聖書には3つ出てきます。これ時間順に並べてみますとまずこの印を見たらイエスがメシアであるということを信じるべきであるという印ですね。一番目がラザロの蘇生です。 これがヨハネ11章に出てきます。時間的には2番目イエスの復活です。これもイエスがメシアであることを証明している。3番目が黙示録11章に出てくる2人の証人の復活ですね。これもイエスがメシアであることを証言する証拠になります。ラザロの蘇生とイエスの復活はすでに歴史的に起こった出来事です。2人の証人の復活は 目白く11章に入ってから起この三つがヨナの印なんです。で、これらの印はイエスが神から派遣されたメシアであることを証明する印となる。これ以外の印はもう与えられないっていうんですね。もう少し詳しく見てみます。さあヨナですが、ヨナはニネベの人々のために印となった。 どういう意味で印となったのか彼の奉仕を見てみますとまず一番目彼は迫りくる神の裁きと悔い改めの必要性を解いてもらったニネベの町を巡ってそれを解いてもらったわけですね二番目ニネベの人々はヨナの言葉を信じ悔い改めたそれゆえニネベの町は一時的に破壊を免れたつまり何が起こっているかというと ヨナという人物が神が裁きを下そうとしているということの印となったんです。ニネベの人々はそれを信じて悔い改めたんです。だから裁きは一時的に延期されたわけですね。これがヨナはニネベの人々のための印となったという言葉の意味ですね。それに対してイエスはどうでしょうか人の子の場合です。 人の子はこの時代のための印となった。まあ、ヨナがあの時代のニレベの人のための印となったように、キリストはイエスは同時代のユダヤ人のための印となったというわけですね。具体的にはどういうことか。違法人はヨナの言葉を信じたが、ユダヤ人はイエスの言葉を信じない。これが今起こっているわけです。人の子は、つまりイエスは、 ヨナよりも上位におられる方である。ヨナよりも素晴らしいお方である。はい。それいえ、イスラエルの上に下る神の裁きは確実なものとなる。だって、ニネベの人はヨナを信じたのに、ユダヤ人たちはそれより素晴らしいお方を信じないわけですから、彼らの上に下る神の裁きっていうのは厳しい、確実なものとなるということです。裁きの内容は、 イエスがもたらした御国、メシア的王国ですね。この成就が延期された。つまり、イエスと同世代のユダヤ人から取り去られて、将来の世代に約束されるようになった。二つ目が、エルサレムが崩壊する。紀元70年にこれが起こりますね。メシア的王国の成就が延期されたということ。エルサレムが崩壊するということ。これが、 イスラエルに下る神の厳しい裁きの内容ですね。今、ヨナとイエスの対比が行われてますが、次、31節から、今度はシェバの女王とイエスの対比が行われます。31節。南の女王が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この時代の人々、罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために、 地の果てかからら来たからですしかし皆さんここにソロモンに勝るものがあります。はいこれが31節ですね。南の女王ってあります。これも詳しく説明していません。これシェバの女王です。列王記第一十章の1節から13節に出てきます。ユダヤ人にとってはヨナのこともシェバの女王のことも,も当然知っている知識なんですね。だから共通理解があるから。 あまり詳しくは説明していません彼女はソロモンの知恵を聞くために遠くから遠方から旅をしてやってきましたソロモンという素晴らしい王がいるという噂を聞いただけで彼女はそれを信じてやってきたんですしかしイエスと同時代のユダヤ人たちはイエスからこれだけ教えてもらいながらイエスの知恵に耳を貸さないわけですイエスと同時代のユダヤ人たちはイエスからこれだけ教えてもらいながらイエスの知恵に耳を貸さないわけです ソロモンを比較してください。どっちが偉大ですかイエスの方が偉大ですね。シェバの女王はソロモンに関する噂を聞いただけで、またソロモンの語る知恵を聞いただけでそれを受け入れたんです。つまりシェバの女王の信仰はユダヤ人たちの信仰よりも優れているということです。シェバの女王は外的な印がなくてもソロモンに関する言葉を聞き、 またソロモンから直接言葉を聞いてそれを信じたわけです。32節今度はまたニネベの人々に戻ります。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし皆さん、ここにヨナに勝るものがあります。ヨナの話があって シェバの女王があって、またヨナに戻っていくサンドイッチ構造になってますね。ニネベの人々とシェバの女王の共通点は何でしょうか彼らは何の奇跡も見ていない段階から語られる言葉をそのまま信じた。つまり、印がないのに語られる言葉だけで信じた。ここにポイントがあるわけです。ヨナの言葉とソロモンについての言葉を彼らは そのまま信じた。ニネベの人々とシェバの女王は印を見ないで信じたということです。ところがイエスはヨナやソロモンよりも優れたお方なのにこの時代のユダヤ人たちはイエスを信じようとしない。ここに問題があるわけです。それゆえニネベの人々もシェバの女王もこの時代の人たちと騒キの座に立つきには 彼らを罪ありとすることができるというこれがイエス様の論理ですねさあこれで2番目の説明終わりました大間数字の3番目に行きましょう今日の3番目光に応答するこれを見てみましょう33節誰も明かりをともしてそれを穴蔵の中や マスの下に置くものはいません植台の上に置きます入ってきた人たちにその光が見えるようにするためです33節これはあの古代世界の人たちにはよくわかる体験ですね日が沈むと真っ暗になりますわずかばかりの明かりを灯してそれを植台の上に置くと部屋の中が明るくなりますね 外から入ってきた人たちにその光が見えるようになりますね。まあ、今ではキャンプ好きの方がキャンプ場に行って夜ランプを灯す。小さなランプが周りを照らす。もうすごく自然のいい体験をすることができるわけですね。古代の人はみんな日常的にそういう体験をしていたわけですね。で今からイエス様が語ってらっしゃること。これは 悪霊の追い出しと印に関する議論。つまり、ベルゼブル論争の締めくくりの教えです。これが締めくくりで、次回取り上げるのは、パリサイ人たちがそれに反発したって話です。締めくくりの議論です。それは何かというと、イエス様はこうおっしゃってるわけです。あなた方は、無知という暗闇から抜け出して、私の言葉に応答すべきであるとおっしゃってる。 無知という暗闇を抜けてなさいというわけです。そのためにこの例えを用いてるんですが、イエスはこの明かりと食材の例えを好んでお持ちになりました。ただ、同じ例えだから意味するところも同じだろうと思わないことです。意味することが異なることがある。例えば、マタイ5の15から16を見てください。 また、マタイごの15から16。また、明かりを灯して、マスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば、家にいるすべての人を照らします。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。はい、15節戻ってください。この例えを見ると、 今取り上げているルカの例えとそっくり同じだと思ってしまいますがマタイの五章の例えでは明かりっていうのは何のことなのか食材の上に置いて見せなきゃいけない明かりっていうのは何のことなのかはい十六節に言ってくださいそれはあなた方の光なんですつまりイエスの弟子となった者がうちに宿している光を行いを通して人々に見せなさいということですこれが マタイの福音書のポイントなんです。ところが、ルカの福音書ではそうではないんです。ルカの福音書ではイエスがランプなんです。イエスが闇を追い出すお方として描かれているんです。マタイでは信者が光なんです。ルカではイエスが闇を追い出す方、ランプとして描かれています。つまりイエスの方針、イエスの教え、 特にここではベルゼブル論争に関する教えは暗闇の中にいる人たちに光を届ける働きがあるんだということをイエス様はおっしゃってるんです。ただイエスが届けている光にどう応答するかです。34、35を見てみましょう。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが目が悪いと 体も暗くてあります。ですから自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさいここでは今度は体の明りりは目ですす。といいう言い方になりますイエスはここでは人間の目をランプに例えてるんですそれは普通ランプというと光源ですよねそこから光が出てくるわけですがここでは光源という意味ではなくて光を外から取り入れる器官 という意味でランプ人間の目がランプだとおっしゃってるわけですね。光源としてのランプではなくてイエ,スというイエスの教えという光を体に取り入れるための機関として目があるんです。だから体の明かりは目ですという言葉になってるわけですね。イエスの教えを受け入れる人は健やかな目を持った人です。その人は霊的に光の中に置かれます。イエスの言葉を 印を求め印があれば信じてやるというんじゃなくてイエスが語っておられるというだけでそれを受け入れる目を持っていれば体全体が明るくなるんだということです。イエスの教えを受け入れない人は霊的に闇の中にとどまるんですね。つまりイエスの教えにどう応答するかでその人の内面の明るさが決まってくるつまりその人の霊性が 決まってくるとということですね次36節に行きましょう。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら明かりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたのものとなります。ここでも同じことを言っています。イエスは一連の教えここでの教えを積極的な言葉で締めくくっていますね。イエスの 言葉を受け入れるなら全身が明るくなる。ここでの全身というのは何のことか。これは霊的状態、あるいは人格と言ってもいいでしょう。イエスの言葉を受け入れるなら、その人の人格が明るくなる。立て上げられていくといその人の人格が霊的な知恵に満ちたものとなるということ。ベルゼブル論争の流れの中で、幸いな人は 神の言葉を守る人であるということ。ベルゼブル論争の流れの中で、印を求めても、ヨナの印以外は与えられないという教え。そして、最後に、光に応答する目を持つということ。そうすると、イエスの光を取り入れた人は、体全体が明るくなるんだ。人格的に成長していくんだということですね。これが3番目ですね。さあ、これで。 本論の解説が終わりましたので、ここから結論に入っていきましょう。今日の結論。私たちへの教訓ですね。これ三つの区分、それぞれについて教訓を語りたいと思います。一番目のポイント。神の言葉を守る。ここでの話は、一人の婦人がイエスの母はなんと幸いだろうかと。 叫んだわけですねはいじゃあここから教訓を学びましょうまず前提としてユダヤ人たちは家族関係を重視したつまり肉体的なつながり血のつながりを非常に重視したということですねユダヤ人たちは自分たちがアブラハムの子孫であることを誇りとしたこれはもう民族的誇りですねつまり アブラハムとの血のつながりがあるということを誇りとしたわけですね。つまりユダヤ人の意識では人の価値っていうのは誰が先祖であるかによって決まったわけです。先祖に誰々がいるということが彼らの誇りになっていたわけですね。あるいは夫人の価値は生まれた子供によって決まった。あの人はあんなに立派な子供を産んだということがもう自慢の種なんですね。 その婦人の価値はどういう子供を産んだかによって決まった。そういう文化的背景、文化的習慣、文化的伝統があるわけです。そういう中にあってイエスが教えたことというのは革命的ですね。イエスは3番、血縁関係よりも神の言葉を聞き、それに従うことを重視したんです。だから、 自分がどういう家系であるとかどういう身分であるとか自分の家がどうなっているとかそういったことは重要なことではない神の言葉に従うことこそ重要だということがここでのポイントなんです。なぜこれが大事かというとルカの福音書っていうのは福音というものが人種の壁を乗り越えて 違法人にも伝わっていくということを記録してるんです。ルカは続編の人の働きに入ると、人種の壁を乗り越えてイエス・キリストの福音が全世界に広がっていくことを記録してるわけです。だからもしイエスが血縁関係重視するようなお方であればね、私たちは今クリシャンになってないんです。 血のつながりではなく家族関係ではなく純粋にイエスの言葉にどう応答するかによってその人の救いが決まるんだ。だから私たちは今信仰と恵みによって神のことをされてるわけです。でこの神の言葉に従うことが重要だって教えの中には。 別の要素も含まれてるんです。それは何かというと、マリアを崇拝することへの警告が記されているということですね。まあ、カトリック系の方にはあまり聞きたくないことかもしれませんが、マリアを尊敬し、マリアの信仰から学ぶことは素晴らしいことですが、マリアをそれ以上に、人間以上の存在であるかのように、 崇拝することは聖書の意図ではありませんですからこの話の中にはマリアを崇拝することへの警告が記されているということですね。神の言葉に耳を傾けそれを守る人は幸いである。誰のことを言ってる私たちのことです。私たちが血縁関係や身分によって救いが決まるとしたらクリスチャンにはなってないです。心の中をご覧になる神は 私たちが単純に、純粋に、何も見ないうちから、神が語られたというだけで、神の言葉を信じて、恵みと信仰によって救われているわけですね。神の言葉に耳を傾け、それを守ることを、私は今日決断しよう。それが祝福に至る道なんだ。ということ。そのことを、 確認しようでありませんか2番目「ヨナのしるし」「復活というしるし以外は与えられないよ」というのはここでのテーマでしたさあ適用を語りましょう「ヨナの物語を神話と考える人たちがいます」「魚の腹の中で3日三晩死んでいたそれが復活した」 まあ魚の腹の中で生きるということは3日未満生きるということは不可能ですからヨナは深い海の中に入って死んだ状態にあったわけですがそれが復活したわけですねそれを神話と考える人たちがいますしかしポイントはこれですしかしイエスはヨナとソロモンを並べて論じているんヨナをソロモンと同じように歴史上の人物とされたんですこれが ヨナの印から教訓を学ぶポイントですね信仰とはここでも言えますね証拠の上にではなく神の言葉の上に成り立つものであるだから印を見た証明されたから信じるというものではないんだイエスがヨナを歴史上の人物とされたならば私たちはそれが真理だと受け取るわけですそれが信仰ですね はい、次4番目。神の言葉を信じない人は死者の復活を見ても信じないだろう。だから印を見れば信じると言っている人たちはたとえですね例えば死者の復活を目撃したとしてももともと言葉を信じようとしない人は信じません。大事なのはこのポイントです。信じれば見えるようになるというのが信者の体験です。 聖書に向かうときに、あるいは、求道するときに、二種類のタイプの人がいます。一つは、もっとわかりたい、もっと証拠があれば信じるようになる。どっちかというと、私、そういうタイプで、そういうタイプでしたね。二年も学生時代苦しんで、求道生活をした。証拠を見つけようとしていたわけですね。だから、なかなか理解できなかった。これは一つのパイプタイプ。二つ目のタイプは、ある段階で、 人間の理解力には限界がある。だから、語られる通りに信じてみよう。より理解できるために信じてみよう。と言って信じたら、わかるようになる。私は、初期の頃は、印を求め、証拠を求め、証拠があったら信じようというアプローチでした。疲れました。で、ついに、 聖書が言っていることを理解できるようになるために信じてみようと思ったんです。切り替わったんですね。それからよく理解できるようになりました。今聖書を読むと心にビンビン響いてきますね。昔は何だったんだろうかと思うんですね。別に知的に頭が格段に良くなったわけではないんです。それはキリストを信じた結果、 精霊の導きによって読むということが可能になってきたから理解できるようになったわけですね。信じれば見えるようになる。あるいはより理解するために信じてみよう。この決断が必要な方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひ良い決断をしてください。最後、光に応答するということですね。これを見てみましょう。まず一番目。 ニネベの人々とシェバの女王はわずかばかりの光に応答したこれなんですわずかばかりの光に彼らを応答したんですしかしイエスと同時代のユダヤ人たちは大いなる光に応答しなかった大いなる光っていうのはイエスでありイエスの教えですね私たちはどうか私たちにはイエスと同時代のユダヤ人たち以上に光が与えられている何を言いたいかというとだから イエスと同時代のユダヤ人たちが糾弾されているとするならば叱責されているとするならばその叱責の言葉は今の私たちにはもっと厳しいものになりますよということを言いたいわけですね。私たちにはより異常の光が与えられているんだ。例えばどういう光かちょっと考えてください。復活の目撃者情報 これはイエスが復活したという二番目のようなの印。これを目撃したという弟子たちの情報です。福音書を読んで、弟子たちが復活のイエスに出会ったと証言して、その証言のゆえに、ほとんどの人たちが殉教の死を遂げていったんです。嘘のために死ぬことは難しいですよ。彼らが命がけで証言したことを否定するのは難しいです。復活の目的、目撃者、 情報が与えられているイエスを信じた者には精霊の力が与えられている今無数の聖書が与えられています今の時代ほど聖書が豊かに手に入る時代はありませんまあ全体主義の国ではなかなか聖書が手に入らない国もありますけれど私たちが住んでいる国では聖書は容易に手に入ります一人の人が一冊ではない二冊も三冊も 聖書を持っているる場合もあるわけですね聖書が無数に手に入る時代そして私たちにはルカがこの音章を書いた時から2,000年間の教会の歴史があるんですそして今はインターネット時代でインターネット上で求めれば健全な教えを語っている動画やサイトがいくつもあるんです復活の目撃者情報精霊の力無数の聖書2,000年の教会史 インターネット情報こういうものがあふれていて私たちは神の前に立ったときにそれでも知らなかったとは言い張ることのできない状態にあるわけです。光に応答しないならこのような豊かな光に応答しないならニネベの人々とシェバの女王が私たちを裁くことになる。私たちは彼らの前に頭をうなだれるようになるわけですね。今日のメッセージを聞いて 最後の結論として私たちが考えなきゃいけないことはこれですね。神の言葉であるという理由だけで信じるに値するんだ。自分はそれでいい。イエスの言葉というだけで信じよう。そしたら必ず分かるようになる。神の祝福が来るんだ。これが今日の結論ですね。その原則でもって私たちの残りの生涯を歩もうでありませんか。 お祈りしましまょう天の父なる神様ベルデブル論争を通して主イエスがお語りになった内容が今日も続いておりました印ではないイエスの言葉であるという理由だけで信じなさいと招かれていることを 今日確認することができました。私にそのような幼子のような信仰を与えてくださるようにお願いをいたします。今日光を見ることができた思いになっております。光を目から体全体に取り入れることができますように。今日も確実に一人一人に語ってくださったことを感謝して、 主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。